二代目、市川新太郎は、日本の俳優、歌舞伎役者、元子役である。本名、市川安之助、旧芸名、市川安太郎。サイレント映画の時代、映画界に招かれて主演した剣劇スター、市川新太郎は、新太郎三代のうち、この人物を指す。1892年11月23日。 大阪府大阪市西区新町南通り三丁目28番地に生まれる。父は先代の初代荒太郎であった4代目市川荒五郎、弟は映画俳優市川玉太郎として知られる初代荒太郎の長男、後の3代目市川荒太郎である。本名については初期文献である人気役者の戸籍調べには市川光造と記されている。 幼少の頃から芸道を学び、数え年6歳になった1897年、大阪、弁天座での鈴木モンドに出演し、主演の四代目、嵐明の息子磯松役を演じ、市川康太郎の名で初舞台を踏む。以降、父、荒太郎に従って、弁天座で引き続き修行したが、数え年12歳になる1903年に一度、引退を考える。 しかしながら、父、荒太郎が1906年9月に四代目、市川荒五郎を襲名。数え年16歳になった1907年9月、弁天座で七代目、市川段蔵、四代目、嵐秋、嵐岩章、四代目、片岡画道、六代目、嵐義三郎らの一座において、両親寺の初菊役を務め、この時、二代目、市川荒太郎を襲名した。 日本舞踊については、若柳吉左衛門、梅本先生に学んだという。1923年に発行された、現代俳優名館によれば、同年当時は、大阪市南区天王寺北山城5460番地に、妻や使用人たちと住み、定期的に出演していた劇場は、大阪、角座であった。崇拝する者はとの問いに、ナポレオン・ボナパルトと、石川五衛門。 と答えた。同年、林星之助が、荒太郎に入門している。1924年2月25日、弟子の林星之助らと共に、松竹キネマに入社、下鴨撮影所に所属する。同撮影所は、ヘンリー・オタリも同時期に招き、荒太郎、東愛子夫妻をキャスティングして、黒帽子を制作、同年4月23日に公開したが、 単純な活劇と評価され、工業的には振るわなかった。同年7月、松竹蒲田撮影所から、所長の野村カオルテーラが現れ、下鴨の改革を行った。荒太郎は同年末、同社を退社、弟子の林星之助は、蒲田に移動している。裸にした映画女優によれば、愛妻の愛子と離れては、絶対に芝居ができないと発言していたといい。 近代人なるかなと評されている。小畜大社の1年後にあたる、1925年12月5日、死去した、満33歳没。日本映画データベースによれば、2代目没後1926年に、帝国記念万円芸小坂撮影所で、市川新太郎の出演記録があるが、これは、生前に撮影されていたものか、詳細は不明である。 市川玉太郎が三代目、市川新太郎を襲名したのは、1941年2月のことである。2013年4月、二代目が出演した、千本桜、寿司屋を収録した CD、歌舞伎名有名場面集、SP 原版復元4が、日本コロンビアから発売された。クレジットは、すべて、出演である。公開日の右側には役名、及び、 東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは、特に1940年代以前の作品については、ほぼ現存しないフィルムである。資料によって、タイトルの異なるものは併記した。すべて制作は、松竹下鴨撮影所、配給は、松竹、すべてサイレント映画である。 すべて制作は帝国記念マエンゲい小坂撮影所、配給は帝国記念マエンゲすべてサイレント映画である。ありがとうございます。